はい、皆さんこんにちは。今回は渋谷宇田川町にある R ラウンジに行ってきました。今回もお店とイベンターさんの 100% の協力のもと撮影してきました。当日に行われたイベントの様子も紹介しているので、ぜひ最後まで楽しんでご覧ください。それでは早速 R ラウンジへレッツゴー。さあやってまいりました。こちらのビルにあります。早速入っていきましょう。6階と7階にあります。こんなエレベーターは初めてです。6階に着きました。こんにちは。出演 DJ のゲストであれば最初に伝えます。 ID チェックと支払いを済ませた後に検温をして、こちらの QR コードに連絡先を記入。集団感染などがあった場合に連絡するように使うそうです。リストバンドをつけてもらって、消毒用のハンドジェルをつけて受付完了。ちなみに入り口には感染防止徹底宣言ステッカーや感染症予防対策としてお店の実施事項が事細かく書かれています。その他再入場やお酒に関する注意事項が書かれています。それでは早速入っていきましょう。かなり広いですね。少し分かりづらいですが、椅子やスタンディングテーブルがあったり、こちらは大きなソファーとローテーブル。さらに進むと左手に DJ ブースがあります。 DJ ブースの向かい側には VJ ブースがあって、さらに進むと大きなソファーが1つ2つあります。そして一番奥にバーカウンターがあります。改めて全体の内装を見るとこのような感じ。 DJ ブースが真ん中にあって縦長の作りになっています。続いてバーカウンターを見ていきましょう。ドリンクは700円から900円くらい、ソフトドリンクは500円です。ノンアルコールもありますよ。お客さんと店員さんの間にはこういった仕切りが設けられています。次に DJ ブース。 DJ 機材についてはお店の公式ホームページをご参照ください。続いて7階を見ていきましょう。リストバンドを見せて消毒をして入ります。こちらも広いですね。別の角度から見るとこのような感じ。ダンス用のスペースが広い印象ですが、こういったテーブルセットやちょっと見づらいですがソファーもあります。一番奥にあるバーカウンター周辺は少し高くなっているのでフロア全体を見渡せます。ロッカーもたくさんあって1つ300円です。次にバーカウンター。基本的に6階とメニューは同じで、こういった敷居もあります。消毒用のジェルもたくさんありました。今回のイベントだけかもしれませんが、こういったスナックも販売してました。次に DJ ブース。こちらも機材についてはお店の公式ホームページをご参照ください。そして今回はロータスと音グルメというイベントの方々にもご協力いただきました。まずロータス。ジャンルはテクノとテックハウス。新進気鋭の DJ からベテラン DJ までクールでイケてる曲とプレイでフロアを盛り上げてくれます。女性の DJ が比較的多いのもこのイベントの特徴ですかね。 VJ さんの映像も超絶かっこいいのでお見逃しなく。テクノとテックハウス好きにはたまらないイベントではないでしょうか。不定期の開催とのことなので、今後のイベント情報は動画の概要欄にある SNS リンクからご確認ください。次に音グルメ。割烹ディスコ大蔵というのは音グルメが普段開催されているお店の名前です。2020年で7周年を迎えた歴史のあるイベントで、ジャンルはオールジャンル。 DJ さんによっていろんな色が楽しめるというのがこのイベントの特徴だと感じました。最後にスタッフさんの紹介です。腰が低いですね。スタッフさんの中には現役 DJ やダンサーの方もいらっしゃいました。ずっと撮っているとネタがつきがちなんですが、
最後まで楽しませてくれました。イベントもたくさんやられてるそうです。 R ラウンジ、興味のある方はぜひ足を運んでみてください。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今後もこのような動画をたくさん作っていきますので、もし気に入ってくれた方はいいねやチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。それでは今回は以上となります。また次回もお楽しみに。